しい。こんな古びた小さい屋敷にあんな派手なメイドが来ることが怪しい。この間なんかこっそり書斎で怪しい分厚い本を何か呪文みたいな言葉を発しながら読んでたし。それに何かご用でしょうか、坊ちゃま。この吸い込まれるような紫の瞳が怪しい。